じゃあちょっとな、手持ち不足を補わなきゃな。さあ、れてかよく見たらあれじゃん、あんたじゃん。いやー、また会えるとは。あれ、なんだか見覚えある顔。いや、ジョシ君じゃなくてチート君じゃないか。サザレさん、お久しぶりです。そうそう、お久しぶりのサザレさん。君元気そうだな。北上では暁の調査でお世話になったよね。あ、これは動画ではやってなかったね。まあ生配信でやってますので、まあアーカイブ後で概要欄に貼っておくか。再会の記念に写真のポーズを教えてあげよう。キランエモート、ありがとうございます。君に託したガーディ、あの子元気にしてるかい？たまには手持ちに入れて一緒に冒険してあげてよ。寝ちゃった。チート君、交換留学中なんだ。奇遇なことに私も最近この学園でカメラマンとして働いてるんだ。さすがです。ふっふっふ、あ、さすがであろう。まあまだ使用期間中なんだけど、なんかドームのとかの生徒たちのスナップ写真広報に使うんだって。よかったら君の写真も。あ、写真といえば私とっておきの情報を掴んだんだった。何ですか？これ教えたら君すぐどっか行っちゃいそうだな。そうだ、君はこのドームポケモンいっぱい捕まえてよ。こっそり撮影させてもらうからさ。ブルーベリー学園、ブルーベリー図鑑でポケモン200匹ぐらい集めて、私の仕事もはかどったらとっておきの情報を教えてあげる。なんだろう、まあいずれやろう。よし、おお、サイホーン、ドードーもおる、たまたまもおる。手持ちを、そうだな、あー、戦闘野生 BGM もあれだ、 PW だ。よし、とりあえず、まあ前もって言っちゃいます、俺はもうこのポケモン手持ちに入れるぞっていうポケモンは何匹か決めてます。なのでちょっとそのポケモンを集め探そう。いたらだけど、イベント進んじゃった。まあいいや。チートさん。そしそ、迷わず来れました。そしそ、なんか来ちゃったわ。ここに。なんて言いました。それ、皆さん、アローラー。それでは授業を始めます。初めての人もいるみたいですね。ここ、コーストエリアでは、南の島のような環境を人工的に再現しています。そして、ここにはそんな暖かい気候に順応したポケモンが多く暮らしています。通常よりたくさん光を浴びて、あの地方より大きく成長しているポケモンもいますよ。そう、同じポケモンでも別の地方で姿が違うリージョンフォームですね。それでは皆さん、実際にリージョンフォームアローラの姿のポケモンを捕まえてみましょう。捕まえたら私まで店に来てくださいね。それでは授業開始。ブルーベリー学園には実際にやってみる授業が多いんです。では初授業頑張っちゃいましょうか。アローラの姿を捕まえよう。ここでも何匹かさっき道中で見つけてはいたな。あれはアローラで出たポケモンだっけか。踊り鳥は、そうだな、アローラだったらちょっと捕まえたいやつは多分ここにいるかな。いたらね、もうパウアーまでいるやん。ほう、積んでや。お、いたいた、サンド、めっちゃいるじゃん、サンド。
かくだから3部ゲットしようぜ。女の子か。あり。景色。じゃあちょっと泥をペッてやる。格殺じゃねえか。71サンド。一緒に冒険せんか。よし、アローラサンドゲットだぜ。氷の上でサンドを滑らせその距離を競う古来から続くアローラの祭りの一つなんて物騒な祭りなんだ。そうだな、サンドと言わず何度と。というわけで、じゃあサンドを見せよう。はい、捕まえられました。サンドです。おお、間違いない。そのサンドはアローラの姿。雪に閉ざされた山岳地帯を暮らし、鏡のように硬い氷の背中と柔らかいお腹を持つポケモンだ。え、チートさんもう捕まえちゃったんですか。頑張った。勝負だけでなく捕獲も上手と。いや、あなたに負けてるんだけど。グレープアカデミーのレベルの高さがうかがえますね。なんならレベル100で負けてるんだけど。はい、それでは皆さん集まってください。時間が来ましたので授業は終了します。まだ捕まえられてない人は次の授業までの宿題ですよ。それでは解散。チェー、俺宿題だよ。チートさん、ブルーベリー学園の授業はどうでした？楽しかった。まあ良かったです。私まで嬉しくなっちゃいます。あ、私部室に顔出さなきゃいけないんでした。案内は終わりになっちゃうんですが、最後にこれだけは聞いてください。この学園ではブルーベリースペシャルレクリエーション、略してブルレクが盛んです。ブルレクはドーム内で活動してると学園から出題されるミッションでして、お任せバトルをしてとか、特定のポケモンを捕まえてとか、いろんなお題が出されるんです。いつどこでどんなお題が出るかは誰にも予想できません。お題をクリアすることで、学園内通貨ブルーベリーポイントがもらえます。ブルーベリーポイントは食堂や購買部でお金として使えますよ。あとは今後部活でも。とりあえずブレイクして BP 貯めてくださいね。なるほど。ミッション10回すると特なボーナスミッションに挑戦できます。ほう、ミニオンサークル、お友達のミッションも手伝います。なるほど。以上です。急ぎ足ですいません。それでは私はこれで。学園生活楽しんでくださいね。よし、じゃあもうこの難度くんはあれだな、メイン戦力でいこう。あ、ゼイユじゃん。チートよね、私ゼイユだけど。聞いたよ、あんた今ブルーベリー学園に留学してるんだって。うん、ふふん、先生から聞いたん。まさかあんたがブルベリーにいるとはね。ねえ、久しぶりにちょっと顔見せなさいよ。そうね、テラリウムドームには行った。ドームの中心にセンタースクエアって広場があるから、そこで待ち合わせしましょう。待たせたら分かってるわよね。しょうがねえな。まあセンタースクエアちょっと今ポケモン探しがてら立ち寄ってるから飛べるんだよね。飛ばせてくれよ。いた。
おまた。そうなんよ、ちょっと大変でさ。心中察する。ぜひ来客。チートは久しぶり。すごく会いたかったでしょう。ああ会いたかったぜ。なんてお前の推薦だもんな。正直でよろしいじゃん。時間ぜひ会えてよかった。さようなら。うん、またねー。あの子同級生ですっごい面白い女なの。ふん、面白い女というか、ふん、ブルーベリーチーとかいんの、なんか不思議な感じがするわ。よく見たらあんた全然変わってないわね。私は最近ブライア先生といろんな地方調査して回ってるから、前戦った時ポケモン強くなってるのよね。当然見たいでしょ。ちょうどボロと巻いて気づきなさいよ。うんじゃねえんだよ。俺手持ちもボロボロだぞ今。サンドセグレイブサンダースだぞ。ダブルバトルで会え、覚悟はいい、人を吹かせてあげる。まずいな今の現優戦力。お、グライナドネカバシ。せっかくだから味なさい。テラリウムドームの土の味。北上の土の味の次はテラリウムの土の味か。とりあえずドデカ橋を逃がしてしまおう。ちょっとたまには技一つ、今一つ技も使いなさいよ。悪いね、お前が飛行タイプのポケモンを出してきたのが悪いんだぜ。けっ、ドラゴンクロー。うまい。あ、それ半分にするやつやめて。威嚇、連続威嚇か、ちょっと面倒だな。面倒なことになった。とりあえず3度で交代して、これでまあ威嚇分がチャラになった上で、これで格闘技何度にいったらちょっとやべえなって思ったけど、これもこれでやばいぞ。やばそっちゃそっちゃですか。あと残り手持ちはそれだけか。ちょっとズルズキンが、ズルズキンを生かしたらまずいな。ちなみにこれ君ナンド君鋼なんだ。一応ステーは特攻上がりやすい性格してっけど、特攻引く。どうしよう。技がしょっぱい。そろそろ本気のあれてらっちゃおうかな。何草ですね。素直に草です。巨剣突撃勝ってー。しびれごなか。なんだー。
れでもう一回テラスタで行くか。ズルズキンはもうちょっと先にやっとかないとまずい気がする。ああ軍配足が動けない。やったらやばそう、シャッカシャカにしてやりなさい。こいつの言い回しほんま面白いな。そうだ、複数技だったね。え、暗いな。なんかこいついつもテラバースやられてねえか。ふう、思っていたのと違うんだけど。そらそう。ああテラスタルで強くなったのに、もっと強くなってる、なってるんだもん。その容赦のさ全然変わってないわね。ねえ、ところでさ、すぐには会ってない、まだ会ってないな。どうかしたの？あ、いや会ってないならいいんだけど、どうしてこんなこともできないんだよ。この声、え、ああこれすぐりか。やはりすぐりだ、すっごい似合います。感じが変わったね、もうグレちゃってんね。静かに。試合用のポケモン5匹は育ててって俺言ったよな。 ごめん今月は有名人忙しい。そっか、分かった。だったら一生弱いままでいたら。いやそれは忙しいみたいだし代わりに書いてやるよ。退部届。本気になれないやつは俺の部活にいらない。待ってよ、すぐ行くん。許してお願いって。ああ、ああ、もう、ぐれちゃってんやんけ。驚いたでしょ。すぐ見た目も性格もちょっと変わっちゃって。林間学校終わってからかな。あれからなんか、なんか胸くさ悪いもん見つけちまったな。あ、見ちまったな。げ。おやおや、ゼリー。見たことねえ顔。もしかするとそちらさんが例の訳ありさん。ち、めんどいのに見つかっちゃった。おいおい、紹介くらいしてくれよ。これ柿つばた、いけすかない男。いけすかないな。一応ブルーベリー学園で一番強かったやつ。かっこ系。ご紹介どうも、こっちはチート。交換留学で来てて、私のお友達のすぐりとも友達なんだろい、あんた。はい、そうです。ほーん、やっぱそうかい。そいつはいいな。それじゃあちょっとオイラの部室案内するぜ。あ、なんでよ。あんたまだ部活入ってないだろ。どっか部活入っときゃ学園も過ごしやすくなるし、面白そうなのは大歓迎。つばつけとか、え、つけとかないとね。ついてきない。もうなんか強引だな。ねえ、ちょっと。一振り回す、むかつく。私も行くから。で、部室に行くわけか。